え皆さん、どうも、こんにちは。お久しぶりです。安藤です。<laughs> このアングルで動画撮るの本当久しぶりなんですけれども、ちょっと緊張しております。えっとですね、あの、今日のお話は、まず大前提として、私があくまでも素人だったっていうことを、ちょっと前提として聞いていただきたいんですね。私、あのー、昔ね、ブログブームってあったじゃないですか。2005年、6年、7年、8年あたり。 3、4年ぐらいあったんですけれども、そのブログブームに乗じてね、私も、あの、ちょっとだけね、人気があった時があるんですよ。その頃、私は、ちょうど30歳ちょっとぐらいだったかな。まあ、あの、皆さんご存知のとおり、ブログっていうのがね、まあ、いろいろあの、文章でカタカタカタ。 文章を売って、あの、いろいろアップして、みんなの共感を、あの、くださいみたいな感じのことなんですけど、ま、まあ、日記という形で運営してる人もいるし、今日ここ行きましたあ、あそこ行きましたとか、自分の趣味の内容をブログに書く人もいるし、私は、どっちかというと、ほら、あの、元々男じゃないですか。元々男から女になったっていう、あの、特技 <laughs> <laughs> それは特技っていうのがなんかちょっとわかんないね。あの、特殊な事情があったので、当時はまだそのニューハーフのブログってあんまなかったんですよね。まあ、ブログ自体がまだ新しいっていうのもあったし、まあ、その、顔出しのニューハーフのブログってあんまりなくて、そこで私はもう、シャキーンとこう、自撮りして。<laughs> こんな感じで自撮りして。 何枚も何枚も自撮りして、あの、パーっと光で飛ばして、そしてそれをこうトップ画面にして、こんな感じ。<laughs> こんな感じでトップ画面にして、その自分のそれまでの経験とかをね、あの、ブログにこう書いてたんですよ。ちょうどね、あの、タイに性転換手術を行く一週間前に始めたんですよ。 <laughs> すごいでしょタイミングがあ。今から、そういえば一週間後に、あの、タイに性転換手術行くんですみたいなブログを、こう、リアルタイムですよね。あの <laughs>、そんな感じのブログをまず始めて、まあね、一週間は頑張るわけですよ。あの、タイに行くまでの一週間ね。そしたらね、そこでプツって切れるわけですよ <laughs>。だって、あの、旅だったからタイに。 当時は、なんかそのスマホとかなかったので、その向こうについてから、その向こうのパソコンから更新するってなかなか難しかったんですよ。だから、タイに行くまでの一週間だけバーっと更新して、じゃあ行ってきます。プツってこう、<laughs> うブログが途切れるわけですよ。もうそして、向こうで私はもう手術を受けて、もう、七点抜刀の苦しみを味わって、そしてようやく、手術後歩けるようになった。そして病院にはね、その、 パソコンがナースステーションの前にあったんですよ。そのナースステーションの前で、なんかこう、痛む局部をこう、かばいつつあの、そのパソコンでちょっと、私のね、ま、当時 Yahoo ブログですよ。Yahoo ブログをパッて見たら、すごいアクセス数になってて、私何にも更新してなかったのに、タイに行ってから、<laughs> プツッと途切れてからは、何も更新してなかったのに、なんかその間にすごい爆発しちゃったみたいで、まあ、今で言うバズるっていうんですかそうなっちゃったみたいで、 なんか、あれよあれよという間にすごいカウンター数だったんですよ。え、どうなってんのってあの、局部痛いながらもすごい嬉しかったんですね。やっぱりその自分が書いたものってなんかいっぱい見てくれると嬉しいじゃないですか。そ、すごいわ、見てくれる。これは帰ったら楽しみだ、ね、日本に帰ったらなんか一生懸命更新しようなんて思って。それで、 あ私は本当にタイに出る間にバズった。そして日本に帰ってから本格的なブログを書く、あの、毎日になったんですね。アンドまあの、ま、当時はね、あの、ブログって、何、別にね、広告費が入るわけでもなかったの。<laughs> あの、別に、本当に自分のなんか書きたいことをバッと書いてるだけみんな。そして、まさに承認欲求ですよ。まあ、YouTube だったら、まあ、今、 みんな目的にしてるのは、目標にしてるのは、まあ、お金をたくさん稼ぐだと思うんですね、きっと。まあもちろん発信したいだけっていう人もいるかもしれないですけども。 あんまりないと思うんですよ、YouTube では。やっぱり、たくさんチャンネル登録してもらって、広告を見てもらって、稼ぎたい、もしくは案件もしたい。もっと言えばスパチャだって欲しい。もう、金、金、金くれよっていうのが今の YouTube だと思うんですね。でも当時、ブログっていうのは、あの、ただ自分でバーッと書いて、うわ、見てくれた、嬉しいっていう純粋な感覚だったんですよ。でもそれがね、だんだん、だんだん人間の欲っていうのは、もうそれだけで収まらなくなってくるんですよ、そのブログ界隈も。 だんだんそのブログ書いてる人たちの間の中では、ある程度人気が出たら、書籍化っていうゴールが出てきたんですよ。自分のブログを書籍化したいっていう感覚になってるんですね。その人気 YouTuber、人気 YouTuber じゃないか。人気ブローガーたちはね、当時のね。私もその時ほら、素人なりに、もっと有名になりたいっていう野望があったんですよ。 三十 <laughs> ちょいでしたし、そして、私もともと本が好きだったから、なんか、いつか書籍かなんていう話になったらいいななんて思ってたんですよね。こんな風にこう、周りが盛り上がっていく中、私は、ある連載を始めるんですよ。まあ、それが、まあ、あの、大学生の時の恋のお話でね。私はあの、もともと本が好きだったので、そういった物語調に、 書けるんじゃないかなーと思ってバーっと書いていたんですよ。そしたらそれがなんかやっぱりそのブログの中でも人気コンテンツみたいになって結構な人がまたドッと来てくれるようになったんですね。まあ実体験だからそれをちょっとね、相手方のこともあるからあんまり本当のことをと言ったら変だけど設定とかはちょっと変えないといけなかったけどもまあ 自分の実体験を思い出しながらこういろいろ書くっていう作業をしてたんですね。その時にはね、私ね、あんまりその書籍化のこととかあんまり考えてなかったんですよ。ただ、もう人がいっぱい来てくれる。よし、書こうって感じでね、書いてたわけですよね。当時ブログっていうのは書籍化の目玉みたいな感じになってたんですね。出版社の人たちからしたら。ある程度アクセスがあるブログだったら、 ある程度、これぐらい売れるんじゃないかっていう予測が立てやすいじゃないですか。だから、その人気ブロガーたちがどん,どんどんどん書籍化してたんですね。漏れなく、私のところにも、すごい数の出版社からこう来たんですよ。来れば来るほど、嫌になっていったんです、書籍化自体が。なんか、自分の手を離れるみたいで。そして、ブログじゃないですか。ただで読めるもんじゃないですか。なんでそれをわざわざ書籍化して、皆さんに買ってくださいって言わなきゃいけないんだよっていう。なんか、ははは。 あその、買ってくださいって言うのがいい家だったんですよ。みんなに、買ってくださいとかっていうのが。あのー、それで、あの、伸ばし伸ばししてたんだけども、そんなことしてたら、母親が倒れたんですね、私の。当時。母親が倒れて、脳の関係だったから、これやばいかもしんないと思って。私あの、何にも母親に、なんか自分こんなことやったんだっていうのを、何もできてないと思って、そこで初めて、じゃあまだ、その出版、 させてくださいっていう出版社がいるうちに母親に一度こんな本ね出版できたんだよって言ってあげたいなーってなんか思ってそこからばーっとこう本を出す計画に移ったんですねそれでまあ本を出しました数ヶ月後にはねもう本を出しましたねそしてお母さんに言えました出たよ出たんだよー言うてね別にそんな大して売れなかったんだけども <laughs> あうん。大して売れなかったんだけども、まあ言えたわけですよ、お母さんに。そしたらお母さんも喜んでくれて、あうちの子が、はあそうか、そういう人生もあったのか、みたいな感じでね、あのー、病と戦う、なんていうんですか、気力みたいなものをね、もらいたいありがとうみたいなことを言ってたような気がする。言ってたうん、多分言ってただろう。うん。<laughs> そう思いたい。それでね、まああの、書籍化は終わったし、まあ私はブログをそのままね、続けていこう、タラタラタラってやってたら、あるところから、 映画化しませんかって話が来たんですよ。ある会社の担当者の人から映画化しませんかって話が来て、映画化って <laughs>。あのね、今の時代だったらさ、その男同士の恋愛とか、まあ、あの、私がまだ男だった時代の男同士の、 恋愛の話だから、今の時代だったらさ、そんなに、あれ、じゃないハードル高くないじゃない男同士の恋愛の映画なんて、もう、吐いて捨てるほどあるじゃない今は。でも当時は、そんなリアルに男と男が画面に映って、なんかその恋愛したところで、その集客を見込めんのかなって私はなんか思ったんですね。でも、その人結構私のブログ読んでくれてて、まあ男性で、多分、えっと、 当時、その人、40前ぐらいだったんじゃないかな。私より、ま、10個ぐらい上かなっていう感じの担当者の人で、そういう話をくれたんですね。それは私ね、舞い上がるというか、まず疑ったんですよね。映画かみたいな。<laughs> 当時私ね、あの、関西から東京に仕事で来てて、まだ1年目だったんですよ。だから東京のことを信じてなかったの。大都会東京怖いところじゃん思ってたから、なんか、あの、騙されたら嫌だなっていうのがあって、なんかわからんけど映画かって言われて、あの、実はね、あの、まず手付金がみたいなこと言われて、なんか知らんけど、なんかうよ曲折あって手付金が200万かかりますとか言われても嫌だなと思って、<laughs> すごい疑ってかかって、 当時、あの、すごい仲良くしてた、あの、出版社の友達が二人いたんですね。あの <laughs>、その二人にも相談して、どう思うって,っ,て <laughs> って言って。これ本当なのって言って。いろいろこう調べてもらったら、どうも本当みたい。うん、あの、ちゃんとこんな会社もあって、なんか、うん、その会社から来てるメールアドレスも来てるし、本当じゃないかなーっていうことで。 じゃあ一度話聞くぐらいいいかーっていうことで、その三人、私とその友達二人の三人で話がまとまって、こう、では一度お話を聞きますって言って行ったわけですよ。あの、三人でね、あの、怖かったから、あの、二人についてきてもらって。あのー、当日連れて行ってもらったのがなんかすごいなんか高そうなお店で、 なんかそこにその担当者の初対面のまあ A さんとしましょうよ。多分その人はいろんなところにアンテナ貼っててこれを映画化したらいいんじゃないかっていう企画を上に上げる人だと思うんですね。そこでたまたま私のブログ読んでてこの話はということでそして私の了解を得て上の人にこんな企画あるんですけど映画化しませんかっていうのをプッシュしてくれる役の人 <laughs> なんかそういうの <laughs> なんかどう言っていいかわかんないんですけども私あの業界詳しくないんでまあそういう人ですよ。それでその A さん となんか、もう一人、すごいなんか、その会社の偉いさんみたいな人も来てたんですよ。ね、なんかすごいその A さんに対して、なんか、最近は A 君も色々頑張っててね、A 君が持ってきた企画はそんなに外れないんだよ、みたいなこと言ってるんですよ。へえ A さん,、うん、見る目あんじゃんって私思って <laughs>、私の作品に目つけるなんて。 やるねえみたいな感じで、ね、まあ、まあそんな余裕はなかったんですけどもね。も私はもう田舎者だから、あ,あこれがザ東京か東京は夢が落ちてる街じゃんみたいなぐらいに思ってたんですけれどもね。それね、いろいろその日ね、美味しいご飯いただきながら、いろんな、こう、お話聞いてね、何そんな簡単に映画化なんてなるもんなんかとか思って。<laughs> そんなわざわざ、あの、時間をね、割いてきてくれてますけども、そんな 簡単にならねえんじゃないかなと思いつつもこう舞い上がってるわけですよ。そして、まあ、じゃあまた、あの、詳しいことをお話しましょうね、って言って、私はまあ、あの、そこで、まあ、映画化もそんな悪い話じゃないですよね、みたいな感じの受け答えしてるわけですよ。いや、完全に OK とは言ってないですよ。ただちゃんと、あの、企画を上げてもらう、 あ、上げてもらっても構わないっていう、なんか約束をしたんじゃないかな。あ、どうぞ、あの、企画だけは、ま、あの、上の方に上げてくださいねって。そこからまたお話ししていきましょうみたいな感じで、その日は終わったと思うんですよ。その帰り道を。私と友達二人はもう三人で盛り上がっちゃって。これな、な、な、なんか会社立ち上げちゃうなんか言って,って <laughs> その二人は、なんか東京に,に慣れてるはずなのになんか一緒に舞い上がっちゃって。 何夢見てんだよあの二人も腹立つわ、今考えたら。その A さんは、すごいあの、ちょこちょこと連絡をくれて、今こんな感じで企画書をあれしてて、とか、いろいろこう、細かく連絡をくれてたんですね。そうなんですか、そうなんですかって私はわかんないから、そうなんですか、しか言わなかったんですけども、あの、メールでね、あの、連絡をくれてたんですよ。そこからね、2、3週間経ってぐらいからかな、A さんから、ちょっとあの、打ち合わせしませんかって言われて。 打ち合わせ、あ、いいですよ、って言って。あの、いつにしますかって言って、そういう話をしてして。まあ、食事でもしながら打ち合わせしましょう、って言われて。食事、あ、わかりました、って言って。もう私、A さんのこと信用してるからさ。あの、じゃあ、あの、どこどこでって言われて、もう、その友達、二人別に連れて行かず、まあ、私と A さんで打ち合わせするんだろうな、と思って出かけたわけですよ。いそいそと。わかるこの感じ。ね。 私別に落ち度なかったと思うんですよ。でも、よくよく考えると、今考えるとよ。まあ、夜ね、食事しながら、まあそういうもんなのか、まあそんなこともあるんですかちょっとわかんないんですけども。今考えると、夜会うべきじゃなかったのかなとかも思うんですけども、まあ、当時私そんなことわかんなかったから、言ったわけですよ。ほいほいほいと。<laughs> どうも原作者ですみたいな顔して <laughs>。 偉そうに。あ、どうもどうも原作者ですあ。映画作りたいんですか、うん、どうしようかなみたいな感じで。まあ、ホイホイと言ったわけですよね。まあ、どこで食べるかわかんないけども、なんかきっと明るいところでね、なんかいろいろこう物を書いたり、あ、メモを取ったりして打ち合わせていくのかななんて思ったたら、うっすぐらいところで。<laughs> めっちゃうそぐらいのなんか。んあれ ?A さん ?A さんみたいな。 <laughs> そこまでじゃないけど、あるじゃないですか。照明落としたような、なんか、ムーディーな食べ物屋さんなんか知らんけど、ムーディーな食べ物屋さんになんか、ついて、あ、ここかと思って、えほっ こんなところで打ち合わせするなんて、えらいムーディーだなーなんて思ったんですよ。これが東京かなんつって <laughs>。じゃあ、何なさいますか安藤さんはとか言われて、なんか、あじゃあ私は、まあ A さんと同じでいいですみたいな話をしてて。そしたら A さんは、すいません、安藤さん、あの、お酒飲んでよろしいでしょうかって言われて、打ち合わせってお酒飲むもんなの。わかんない、そこはちょっとね。でも、まあお酒飲んでいいですかって言われて、あ、どうぞどうぞ、みたいな。私はお酒飲めなかったので、あ、結構ですって言って、あの、ジュースを、ジュースをくださいって言って。 いや、せっかくだったら、飲まれたらいいのに、みたいな話をして、いや、ちょっと飲めないんですよ。ちゃんと打ち合わせもできないし、って,言って。ああ、そうですかつっ,って、なんかこう、こう食べて、ね。食べて、喋って、笑って、まあ、向こうは飲んで、あはは。打ち合わせは <laughs> はって、打ち合わせは、みたいな感じで、時間を過ぎていったんですね。じゃあ、飲み直しますかみたいなこと言われて、いや、飲み直すも何も私、あの、ジュースしか飲んでないから、いやいや、今日はもういいです、って言って、結構遅い時間だったし、多分これ打ち合わせっていうか、もう、親睦会これ親睦会なのかなと思ったんで、多分、飲み直すって、次のとこでも、多分、打ち合わせしないだろうなと思ったから、私、じゃあ、あの、今日は追い飛ばします、帰ります、って言って、あ、安藤さん、安藤さん、じゃあ、あの、タクシーで送りますよ、って言って。 そして、あ、いいんですかいや、すいません。わ、東京だなと思って。わ、タクシーで送ってくれるんだなって言って。まあ、A さん乗って、私も乗ってね、こう、私の住む、あの、当時のマンションまで送ってくれるわけですよ。そして、なんか車の中でも、まあ、後部座席に二人座ってね、なんだかんだこう喋るんですけれども、どうもね、なんか様子がおかしい。なんかこうね、近いんですよね。体がさ。 私がちょっと離れて、もう近づいてくるような気がしたんですね。それで。やこれ酔っ払って、この人もしかしたら癖悪いんじゃないかなとか思ってたんですよ。私の家が近づいてきて、いやいや、もうそろそろですね。いや、まあ今日はどうもごちそうさまでした。ありがとうございます。あの、ごちそうしてくれたからね。あの、あ、どうもすいません。ありがとうございます。ね、信号待ちかなんかだって、もう、もう、もうすぐ着くっていうところのね。そしたらなんかタクシーの中で、運転手さんいるんですよ。 なんか、すごいなんか私の手をこう握ってきて、安藤さんとかって言って、安藤さん,藤さん <laughs> ねえ、今手握ってると思って、え、えぇーって言ったら私 <laughs> 本当に声に出して、<laughs> 本当に声に出したの私、<laughs> えぇーってど,ど,ど,どうしたんですかって言って、そしたら向こうはもう真剣な顔で、安藤さん、よかったら安藤さんのとこでなんかお話しませんかって言われたんですよ。 手を、私の手を握りながら、そして太ももあたりを、その、私の手を握りながら、私の太ももの上をスリスリするんですよね。あ <laughs> 安藤さんところで飲み直しませんかって言われて。すごいね、なんか、めちゃくちゃうっとりした顔してんのよ。わかる色気ムンムンの顔してるわけ。さすがにね、私あの、ちょっとね、ここであのー、言っておきたい。あの、別に、その、男から女になって、女になったからイエーイって感じで、モテたりしなかったんですよ。 モテなかったの。そんなセクシーな状況って、それまで、なったことがなかった。あの、うっとり誘われるだなんて、今まで、それまで経験したことなんてなかったんですよ。本当に。まあ、言ってもあって2回目ですよ。そういう人と、二人きりになって、口説かれるって言ったら変だけども、口説いてもないよね、よう考えたら。ご飯おごったんだから、さっさと家にあげてさ、さあ、みたいな感じですよ。いやいや、本気なんですよ。本当なんですよ。本気なんですよ。本当なんですよ。すよつってた、ずっと。<laughs> いやいや、本気なんですよ。本当なんですよ。本気なんです。本当なんです。なんか <laughs>、繰り返してて。いや、本気。 本当本気本当もうわけわかんなくなっちゃってあいあいあ、はいもう,もうもうもうはいはいあ今日は本当にありがとうございましたありがとうございましたって言って私はあいいんですかお金いいんですかこのタクシーでいいんですかあじゃあどうもあさよならさよならって言ってまあバッと降りて逃げるように帰ったんですね私は本当なんですよ本気なんですよ本当なんですよ本気なんですよっていう人をなんかこうパサッと <laughs> タクシーにねあ残して。 それでね、私なんかちょっとわ,くわけわからないまま自分の部屋に入って、今起こったのって何なのこれって、えあの人でも、えおってなって。それでなんかあの整理がつかないまま、その前一緒に行ってもらった友達に連絡したわけですよ。ねえ、こんなことあったんだけど、つったら、あいつーあいつ普通そんなするかなーいや、信じれんわみたいな。あ、やっぱりおかしなことだよね、これってね。<laughs> おかしいよね。 あいつってなったんですよ、私、それで。も、ま、う、あ、その時はの、すごい腹が立ったというか、ショックというかね。何だったんだろうもう、まず第一に何だったんだろうですよ。だって考えて。自分がね、自分の勤めてる会社の取引先の人によ、例えば、人に会って2回目で手出そうとするか、普通。しないでしょあの、ちゃんとした、ちゃんとした仕事として接するでしょでもあの人は、 そんな風にしてきたんですよ。ってことはどういうことなのもともと映画を作ろうっていう気はなかったわけっていう風な考えに至るわけですよね。もしかして壮絶な遠回りを経て私と本気本当本気本当したかったのかなえ、どうなんだろうってもや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 してる間にも月日は流れまして。 まああの、進捗状態はちょこちょこ前と変わらず入れてくれてたんですね。でもだんだんその感覚が広くなってくるわけですよ。そんなね、企画が頓挫するなんてこと普通じゃないですか。たくさんあるじゃないですか。全部が全部ね、あの、映画化されるわけでもないし、全部が全部小説化というか書籍化するわけでもないし、あの、短い期間だったけども、なんかその、書籍の第2弾だとか言われて、出版社に、あの、 違う別の出版社に呼び出されて、いや、安藤さんのこの話を今度は書籍化したいんですよ、ってね、こう、愛想よく喋ってくれた担当者から、その後一切連絡がなかったりする,することって本当にあったから、 本当に、あの、結構大手な出版社ですよ。まあ、そこにわざわざ呼ばれていってよ。よく考えたらさ、書籍化してんだとお前が来いよって感じよね。今だったら絶対行かない私。でも当時はなんかよくわかんなかったから、また行って、<laughs> テクテク行って。そして、なんか知らんけど、全く連絡をよ、こしてくれないその後みたいな。なんか、わからない。ちょっとよくわからない業界というか。まあ、そんなこともあったりしたから、その映画化企画は頓挫したんだろうなっていうのは、 こう分かってたんだけども、別にそのとんざしましたっていう連絡はなく、だん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 とフェードアウトしていったんですよ、その A さんはね。そこから何年後かなんかに、多分、メールで、あの、会社変わりましたみたいなメールが来たと思うんですけどもね、確か。別にそれに返事はしたの、したような、してないような感じだったと思うんですけどまあ、とりあえずね、まあ企画はとんざしたんです、映画化企画はね。うん。まあそれはそれでいいんですよ。でもね、 私の書いたものって別にそんな価値ないんじゃないかなってなんか思っちゃったんですよね。それなんでかっていうと手を出されそうになったから。だってさ、本当に映画化したいとか、本当にその,その人の書いたものに惚れ込んでたらさ、そんなこと絶対しなくない。これを映画化したいっていう本の著者にそんなことしないよね、普通。でもその人はしてきた。イコール、本当は私の書いたものになんて一切価値がないんじゃないかなってなんかね。 すごい思ったのよね。向こうは、私がズブの素人だって分かってるから、だから、ちょろいと思ったのかもしれない。素人だから、ちょろく、本気、本当、本気、本当したかったのかもしれない。やった人は、あなたの、その時のま性欲がなんか知らないんですけども、その時の欲望で一瞬のことかもしれない。その時に思った。もしくは計画してたかもしれない。でも、その時一瞬思っただけかもしれない。でも、それを出してしまったことによって、その相手は、 それが嫌っていうことにプラスして、自分の作品はさ、って思っちゃうっていうことをね、よくよく考えてほしいうん。私ね、当時別にブログで成型立てようとも思ってもなかったし、そんな成型が立つようなあれもなかったしね。もし私が本当に小説家を目指してたら、何か物を書く人を目指してたら、大打撃だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、そこをね、たくましく、 あの、やっていけばいいじゃないかっていうのが、そんなことぐらいでね、こたれるようで、この業界やっていけないぞっていうのが、多分、あの、昔の考えなのかもしれない。私は、あの、そういった担当者の人とかが、もし、この動画を見てることがあったらよ、あの、そういうことやめてね、マジで <laughs>。あの、うーん、そういうことをやめてほしい。なんか本気で、なんか書いてる人とか、作ってる人に対して、 すごく失礼。それはやっちゃいかんと思うわ、マジで。仕事とさ、そういうのをさ、マジで一緒にするなよ、本当なんか、本気やか、本当だか知らん。本気、本当か知らんけどさ、本当だからね、あの、それ以降、私、あの、すごいなんかそういった業界の人が大っ嫌いになっちゃって、こ <laughs> のブログのご縁でね、テレビ関係の人も雑誌関係の人もいろいろとなんかご縁がありましたけども、大体が失礼だった。<laughs> 大体がね、うん。だからすごいなんか嫌いになっちゃって、その業界の人を。でも私ほら YouTube 始めたじゃないですか。4年前にね。YouTube を始めて、自分が映像で発信できる、そのブログの映像版みたいなところがあるんですよ。だからブログと同じように私は自分で <laughs> また動画を作って、あの自分の体験とか経験面白おかしく、今動画を作ってるんですけれども、私あの、お仕事依頼とかのメールアドレスとかを載せてないんですね。 なぜなら、業界の人から連絡来んの嫌だから <laughs>。むかつくから。まあ、A さんだけじゃなく、いろんな人に腹立ったんだけどね、当時 <laughs>。雑に扱われるから。ほら、素人だからさ、私。もうこれが、名の通った人だったら別だったんでしょうね。その、ちゃんとした作家さんとかね。それだったらもちろんご丁寧に扱うんでしょうけども、私はあの、ど素人だから、すごい雑に扱われたい風に思うんですよ。今考えるとね。私別に雑に扱っ ってくれるんなら別に連絡くれなくてもいいのに、なんか連絡してきやがるんですよマジであいつら、本気だか、本当だか、本気だか、本当だか、本気だか言って。本当に思うのは、素人だからといって、なんていうのかな、自分の欲望のままに、そういった扱いをするようなことは本当、やめてくれよなマジで。本気でね、物を作ってる人に対して失礼だよ。カット行こうか、ほんま。カット行くぞ !A さん、もしこの動画を見てたら、二度とやんなよ。カット行こうか、ほんま。カット行くぞ カット行こうか、ほんま。カット行くぞあんたまたみっ